皆さん、こんにちは。今日はスカイソニック903のボールピースの調整の仕方を説明したいと思います。今、マイクが入っていますので、最初にマイク、こっち向きでマイクの音は全開です。こっちでマイクゼロになります。今マイクが切れました。で、2弦のボールピースが入っていないので、2弦の音量は固定になります。この音量に合わせて1弦の音量を決定します。今現在1弦の音量が少し大きいようですね。ではボールピースを少し回していきましょう。まだちょっと大きいようです。大体いいようです。今度は1、2弦から3弦のボールピースを決定します。3弦のボールピースを少し上げてみましょう。もうちょっとだけ上げてみましょう。それでは、今度は4弦です。これも上げてみましょう。ちょっとだけ上げてみます。もうちょっとだけ上げてみましょう。もうちょっと。今度は5弦です。これも上げていきます。もうちょっと上げていきます。ちょっと4弦を上げすぎたかなと思ったら戻します。最後に6弦を上げていきます。少しずつバランスを微調整していきます。いい音に揃ったでしょうか。これで
マイクを足してみましょう。スカイソニック903だけでも非常に自然なギターのアコースティックな音を再現することができます。